スとほぐしたシザラーサをフィルムの前後に入れる。なるほど。3、スターフ、お好みでカットしたフラワークリッターラインを入れる。フラワーは根元に接着剤をつけて固定すると安定します。接着剤ないのでね、このまま参りましょう。4、シリコンオイルをゆっくり瓶に入れる。フィルムが倒れないよう、ピンセットで持ちながら、フィルムの前後にまんべんなく入れてください。5、ピンセットで各パーツのバランスを整える。気泡が抜けるのを待ち、しっかりと蓋を閉めて、出来上がり。オイルが瓶の口についている場合はしっかりと拭き取ってから蓋を閉めてくださいとのことです。内容としましてはね、とても簡単なんで、初挑戦でもいい感じにそれっぽくできるんじゃないかなと期待を寄せながらやっていきたいと思います。ではまずこの瓶にフィルムをね入れていきましょう。瓶の中央にね配置するみたいです。それっぽいですね。続きまして、これなんだろう、ちょっとこう暗めの赤い葉っぱ、キラキラ。ハサミを用意してなかったな。これが多分グラシザルアーサーっていうやつですね。緑のモケモケ、これがクラッシュアイス。シザルアザ、前にクラッシュアイスか。まずこのクラッシュアイスを入れていきたいと思います。お手洗いとかで見かけるやつの。ちょっとうるさくないようにね。
しようかな。正面をこうキラ、正面をキラつかせたいので正面にちょっと多めに入れてみました。そしたらこのシザルアザ、これをねほぐしてあげて、いい音ですね。これをほぐしてフィルムの前後に入れます。これを箸でもやってみるか。あ、やばい。あ、意外と大丈夫だ。ちょっとね、ピンセット短いから。なるほどね。あ、出てきちゃった。なんかが主張激しいですね。なんかでもそれっぽいけど魚ちゃんが見えなくなっちゃうのが嫌なんですよね。後ろに全部入れたらダメなのか。そもそもこれ全部入れる必要はないのかもしれないですね。そもそもね、これ後ろは結構ほぐしたのをもじゃもじゃ入れてみようかな。後ろにね、水槽
感じになったかも。そもそもこの朝あんまりいらない気もするね。なので足したやつちょっとペッてしました。さよならして。むしろもちょっと控えめにしてみました。ですね、これ切りたいですね。あ、手で折れました。これをあ、どこ行った旅にお見せしますね。せっかくいい感じに配置できてた朝がまた暴走してきた。行きました。まずこの短めに切った黄色い子、参ります。
邪魔をしてきた。扉が一番ちぎれちゃった。まあこれでいいか。ですが、こんな感じで。じゃあ次はこの乾燥したパセリみたいなやつ。これどこかな。これね、私こういうセンスがないので、バランスが崩れていく。はい、こんな感じですね。ではこの赤い子入れます。どこに入れよう。この黄色い魚ちゃんが若干隠れちゃってるんですけど、それはなんかオイル入れてから一郎かな。触れば触るほどね、緑のモケモケがね、いっちょかんでくるんで。じゃあ最後はこのキラキラしたやつ。グリッターライン。グリッターラインは
かほら、あとはオイル入れたらそれっぽくなってくれそうな予感のする感じになりました。よし、で実はね、閉めたらいけそうですね。正面が良かったらいいや。ではいよいよですね、このオイルを入れていきたいと思います。結構なんか集中してるとね、無言になっちゃう。
感じになってます。ゆっくり入れる、ちょっと先に後ろから入れていくか。全然出んけど。あ、このキャップ自体取っちゃっていいみたい。全部入れなくていいんかな、入れた方がいいんかな。こんな感じかな。めっちゃこぼれちゃった。あ、すごい。ちょっと待って、オイル入れたら一気に可愛くなったんですけど、見せたいんですけど斜めにできるので、ちょっとじゃあいじっていきます。入れた後はね、いじりやすいです。すごい綺麗。え、すごい綺麗。すごい。いいんじゃないかしら。まだ入りそうなので簡単に入れるわ。よし、オッケーかな。整えたら気泡が抜けるのを待って、で多分ここ拭かないとなんで、ちょっとティッシュ取ってきますね。すごいね、ちゃんとそれっぽいのができたんだけど、入れすぎたなこれ。ちょっと待って、入れすぎてるわ。目が悪いからね。いけるか、ちょっと締めてみましょうか。閉めてみます。
ましたね。閉めることができました。さらにしっかり拭いてあげる。あーちょっと待って、魚に結構ねかかっちゃってるから気になるの。ちょっとだいぶオイル入れちゃったからさ、お箸突っ込んだらオイルこぼれてきそうなんだけど、はい、いけた、はい、はい、こぼしながら、はい、閉める。しかもできた、じゃじゃん、できました。どうでしょう、初のアクアリウム挑戦。後ろは割とどうでもいいんですけど、前がねそれっぽく仕上がりました。やっぱ魚にはかかっちゃうんだけれども、かかっちゃってるんだけれども、まあまあまあこんな感じで、お手本と比べてみるとこうで、お手本思いっきり魚隠れてるもんね。それで考えたらまだこんな魚いる、あいるわまあそんな感じでできました。なんかねもうちょっとねいじってみようかなと思うんですけど、動画内ではこれで終わりにしようと思います。